皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の9日15時、55分、試験的に高校野球で行われている特に夏の甲子園ですね、昼間の時間帯を一旦お客さんに変えていただいて、高校球児の人たちに負担をかけないっていう方法、あれはかなり良い方法ですね。やっぱり、ここ近年気温上昇している部分で、うまく上空に雲が晴れてないっていう部分が、だいぶ影響を受けています。で、その辺に関して、こちらがだいぶちょっと頑張りすぎてる部分も影響してるんですよ。で、それで空が晴れてしまってる部分とかもありまして、で、本当は僕がそれプラス頑張ってる時も、夏場に関しては雲がしっかりと、張られる、台風に、なりそうなところだとか、台風から、雲をしっかりと取れたりだとか、神がかり的な力の方で、そういったことがしっかりできていたら、できる設定に、政府の方でも、コンピューターの設定でプログラムの方でそうしておいていただけますか。で、今後も河川水門外子電発電とかかまど発電とかメタンガス抽出場を一切は諦めてるわけじゃありませんので、それを諦めたら本当にもう人類20億人死にますんで、将来生まれてくる人たちの数もカウントするともうほとんど世界中の人死にます。その状況下の中で、今日ももう全部投げ出したろうかなって思ったんですよ。こっちから、カコちゃんとかフミート様とかキコ様とか責任問題でね、ちゃんとフルーツドラカーを来てくださいよって言ってるんだけども、来てくれなかった。昨日の晩も寝させてもらえなかった。フミート様の声が聞こえてくる、キコ様の声が聞こえてくる、途中で向こうは寝れるようになってる、でアキコちゃんの声が聞こえてくる、ヒロヒト様の家系に合流した。で、そのアキコちゃんが今日の朝、9時台に10時前ぐらいに、外出たら踏切のところから歩いてきよう。でもそれ撮影させてもらいました。もう一切ちゃんと喋らない。もうこうしてもずっと逃げ、そのエネルギーの残存問題の話から返答一切しない。もう撮影してる、それ裁判所にあげる。まだ髪の毛染め直してとんでもない挑発行為で、昨日の夜中明け方6時ぐらいまで、せっかくこう朝の5時ぐらいにやっとこうふーっとこう眠れそうになった時にどうなったかって、神がかり的な力で左手のこの辺りが潰されるような感覚が来ました。これに関してもいろいろ裏事情があるんですよ。かこちゃんは大学の頃に海外留学してるんですよ。で、その留学先のところで、結構いかがわしい連中と、会ったりとかすると、日本人としてのこの国境の中にいる日本人のそのいかがわしい系の連中とつながりを持ってしまってる人間、 iPad とかでもそういうものを見てしまったらもうつながり持ってる存在になってしまうんですよ。そういう人間がこういうふうなところの住宅に、来てしまうっていう現象がずっと起きていました。で、その大元は秋篠宮加古です。いや、他の他の皇族、秋子だったりします。秋子ちゃんだったり、ね、でも今日だいぶ強い口調で言いました。それはだいぶもう無視して歩いていくんですよ。目こうやって泣いてるふりとかをしながら来るんですけども、泣きたいのはこっちですよ。もうこれ気張ってずっとこう物言ってるだけで、その次右足の膝のところの方に膝がねこうボキってこう折られるような音とかがして、もうめちゃくちゃ痛くなるんですよ。神がかり的な力の攻撃で。で、それってオリンピックのレスリングという競技とかも怪しいといえば怪しいですし、相撲という競技も怪しいですし、もともと膝悪くしてますから。で、普段もともとその重労働をしているときに右の膝なんか痛くなったことないんですよ。例えば、秀和株式会社で1日1万リットルほどの販売、年末とかにあるんですが、もう人生で一番きつい仕事でした。もう年末にそれ13連勤させられてるんですよ。一月の労働時間約400時間できます。皆さん寝る間ほとんどありませんよ。それでとんでもない力仕事ですよ。
1日運ぶ灯油缶、灯油缶に換算して、ホームタンクとかもありますけども、灯油缶に換算して550缶以上できます。もともと僕そういうふうなそこまでの筋力はなかったんですけども、まあ、別の力仕事で一般人の人と比べると、まあ、それなりに筋力あったんですけども、もうそこで働いてるようなその当時の、販売員の人間なんて、元野球部の人間なんて、野球場でねソフトボールでホームラン打てるんですよ。筋力があるから。身長170センチ台で、まあただしポール際ですけどね。だからまあもともとプロ野球業界の人たちとかも僕の声を聞いて、あれこれ言われたりとかして、どこそこの球団行ったり、あそこの球団行ったり、どこ行ったりっていうのがあるんですけども、まあまあ大谷翔平選手に二刀流を勧めたのも私ですし、でまあそのトレーニングメニューっていうものを確立して、まあ体に負担が来ないように、でまあアメリカでも MVP をしっかりと取れるようなところまで、しっかりと確立することができました。もともとイチローさんもそのアメリカに行く前に 僕に会ってるんですよ。野茂英雄さんもそうなんですよ。だから自分が体鍛えたことがありますから、吉田正尚選手っていう選手は身長170センチちょっとしかないんですよ。だけどもホームランそれなりに打てるじゃないですか。で一番いいところは高いアベレージ、打率、3割近くを打てると。まあそれぐらい野球界と深く関わってますし、まあ高校球児の頃から松井裕樹投手なんか今パドレスに行ってる、僕からのその未来の時間軸からのその高校野球の総集編とかが、それが もう少し前の時間軸、試合を直接生中継で高校野球を見ることってなかなかないんですよ。まあ大体試合の勝ち負けに取り組もうとしたりとかするケースが結構あります。例えば今年だったら石川県の高校、能登半島の地震があったから、石川県の人たちを喜ばせてあげたいと、まあこういうふうな形でちょっと明豊さんには申し訳ないんですけども、全力で勝ちに行かせていただきました。高校球児の人たちに与えたのは160キロの、まあ小松大谷っていう石川県代表の高校ですよ。途中で相手チームにリードされた時に160キロのボールですらはっきりと見える感覚、打って捉えれる感覚、それを渡したんです。僕はそれを持ってるんですよ、頭の中に。それを頭の中に渡して、頭の中から渡して、それで、大量得点して、逆転しています。でそこまでしたら、まあ、あとは徹底した守備で、抑えにかかります。だこれしようと思ったらできることで、まあ、昔からメジャーリーグとかホームページは IKS 級の歴の150番台のところにスポーツ界の証拠っていうのがあるんですよ。でそこでその当時世界最速だった、キューバ代表のチャップマンっていう左ピッチャーの方がいらっしゃったんですけども、防御率は もちろんいいですよ。最速169キロっていうとんでもない球投げますから、安定して160キロを超えてくるんですよ。ストレート投げてきたら162キロとか平気でしょっちゅうしょっちゅう出してくるんですよ。150キロ後半がまずなかなかないんですよ。もう全部ほとんど160キロ超えてくるストレートが。でそういうピッチャー相手に1イニングで4点か5点ぐらい取って、大谷翔平選手のいわゆる一般用語でいう黒星負けですね、勝敗の勝ち負けのところの負けがつかないように、打線がフォアボールは選ぶわ、ストライクゾーンにボールを投げ込んできたら打ち返すわで、もうチャップマンがマウンドから交代して降りるときにはもうベンチ戻ったとき、汗がこう皮膚から流れてくるだけじゃなくて、帽子のこのつばと言われる、まあこのひさしの部分ですね、もうそこももう汗でびっちょりになって、もうその辺のところから汗が滝のようにボタボタ落ちてきてるんですよ。だからそういうふうな神がかり的な力を、まあ、大変きついですよ。こちらも頭の中を
供給したりするときってそれものすごい根性いるんですよ。もう普通の人間だったら野球の1試合って長いですから3時間とちょっとかかりますから、まずもう途中で投げ出してしまいます。そしたらもうどうなるかっていうと一気に天秤傾くんですよ。そんなに一生一生勝ち得るっていうのはそんなに簡単な話じゃないんですよ。ものすごい精神力いります。まあちょっとあの熱い話だいぶさせていただきましたけども、まあそれとは別の部分でその高校球児の人たちのちょっとあの体調面での安全面っていうのを確保してあげなきゃならないですから、まあまあ来年からの夏の甲子園で全試合昼間の試合時間特に1時から15時ぐらいいや16時ぐらいまでの間試合を幅く朝と、夜にするっていう形に取り入れた方がいいかもしれないですね。だから昨日もちろん、小松大谷高校の方についてましたから、明豊さんの投手を見た時にああいいピッチャーだなって思いました。あプロ行ってもその後もしっかりと制球力は維持できるんであれば、まあ、プロでもそれなりに通用するんじゃないかと。もうそれぐらいコントロール、ボールがコントロールできていて、安定して140キロ台のボールを投げてきて、で変化球も鋭く、コントロール、まあ、そのいいところに変化球を投げ込めてたんですよ。で最初それ見た時に打ちにくいかなっていうところから、しっかりと打てるような状況を作って頭の中を供給して、まあ、初回のイニング3点取ったんですが、もうその後、3点取り返されて、その後逆転されるというような状況を作られたんですけども、そこからがまあこちらの本領発揮ですね。一切負ける気ないですから、もう食らいついてきてもこっち側も野球の勝ち方知ってますよと、神がかり的な力込みで、まあ徐々に、明豊さんのピッチャーもだんだん制球力は落ちてきて、崩れてきまして、まあ、ボールが抜けるような、まあ、ボールとか、徐々に現れてきて、きちっとこうストライクゾーンにボールを投げ込んだり、まあ、ストライクゾーンからちょっと離れたボールゾーンにボールを投げ込んで、バッターに振らせたりだとか、まあ、そういうふうなことがだんだんできにくくなってきたんですが、やっぱりまあ炎天下の中で130何球っていう球数っていうのはやっぱり負担が大きいですね。大体まあ100球ぐらいをめどに考えていただいたら、まあ例えば、小松大谷の方は、ピッチャー、2番手の方たち出てきて、まあ明豊さんも2番手のピッチャー出してきましたけども、まあちょっとまあ私が監督でしたら、まあ小松大谷さんの方はピッチャーをチェンジするのは、まあ、情報を的確に僕から の情報っていうのを深く受け止めて、対応できてるなっていう印象があったんですけども、まあ、明豊さんの方に関してはピッチャーを交代させるのが、ピッチャー交代するのがちょっと遅れてましたね。状況になってきたら明らかにそのストライクゾーンとボールゾーンがはっきりしていましたし、あとはまあ初球、まあ、初回の方から中盤にかけてなんですけども、安易にツーストライクノーボールの局面を作りすぎてるんですよ。1回2回3回あたりまでですね、制球力があって、そのフォアボールを出しちゃダメだっていうような話を、まあ、昨年の阪神タイガースやワールドベースボールクラシックでしっかりと実現してるんですけども、ボール球を振らない でちゃんとストライクゾーンのボールをしっかりと打つと、で守備のディフェンスの面ではゲッツーをしっかりと取ると。阪神タイガースはフォアボールの数が確か12球団1位でゲッツーの数はセリーグ1位だったと思うんです。もしかしたらそれが逆かもしれませんけども、まあ、それぐらいするべきことをきちっと行っていたら1点差のゲームも、ものにできると。それを一つ一つ一試合一試合を大事に、試合を行ってなんとか勝っていくと。そうすることによって2位のチームに10ゲーム差以上をつけれたりだとか、だからああいうふうな、ああいうふうな試合展開が野球の一試合一試合の、まあ、本当の醍醐味であって、
まあ、ちょっと話それてしまいましたけども、なぜ、合間に昼間 のものすごく暑い時間帯、野球の試合を一旦中断するっていうのは、すごく良いことですので、皆さん、今後も、そのような形でご対応のほどよろしくお願いいたします。今電波でカコちゃんの声が聞こえてきて、あかんっていう声が聞こえてきたんですけども、その今音楽ちょっと聞こうかなと思ったんですよ。そんなことまで、コンピューターが電波使って天皇家の人間の声を使って、嫌がらせをしてくると、まあこれが現実ですね。音楽聞いたぐらいで会う気がなくなるんだったら、それだけの実力です。そんな人間が政府上層部に関わっちゃならない。話がややこしくなるだけ。以上。